はい、こんにちは、ボクフンゲームでございます。今回もね、売れ2019マイクラブ動画の方をやっていきましょう。ということで皆さん、画面のね、上から3番目の項目ご覧ください。レーティング、ついに1000達成しました。ということでね、売れ2017から本格的に実況を始めてですね、2017、2018、2019と、まあ、してるわけなんですけど、2019がね、多分レート1000達成一番早かったかな。はい。で、このレート1000にね、挑むっていう動画ですね、昨日ね、撮ったと思ってね、昨日あげようと思ったんですよ。そしたらまさかの録画できてなかったという。一応9連勝中でね、まあどちらにせよ10連目5連ボーナスがね、結局ついて、お相手の方がレーティング800手前ぐらいだったかな。で、挑んでね、まあ、そこで勝つことができて、一応5連ボーナスでレーティングのもね、結構上がって1008まで上がったと、結局。はい、ただね、まあ、レート1000がまた達成できたと。はい、これ嬉しいことですね。で、今回はですね、まあ、レーティング1000達成して、まあ、その監督、どの監督使ってね、うまくいき出したとか、あと選手のバランスとかね、この選手、まあ、選出してる理由とか、あとですね、こういうことを意識すれば、レートが上がりやすくなったとか、まあ、ポイントですね、テクニックみたいなところもね、少しずつ話していければなと思います。はい、で、これからまあ目指すところとしては、まずは、レート1000陥落しないことですね。そう、レート1000をこのまま維持して、狙うはまずレート1100。で、勝率の方はまず 75% を目指していきたい。で、最終的にはね、80% 超えていきたいですね。で、最大連勝記録もやっぱり20目指したいかな。まずは15か。そう、これ14でね、一回止まっちゃったんでね。はい、ということでね、早速、まず監督からちょっと見ていこうかな、マイクラブ。いやー、でもね、本当に緊張しましたね、レート戦の試合は。ただね、録画できてなかったっていうのがね、大失態でしたけど。まずですね、監督ですね。はい。ダミア・クレブラス監督、ちょっと待ってね、ここじゃ見づらいんだ、これで見るか、これで、プロフィールと戦術情報、はい、一応ですね、他の監督も使ってのをご紹介しようと思うんですけど、結局、レート戦に行けるね、鍵となったのはこの監督でした。自分の場合ですね、ダミア・クレブラス監督、まあ、バレンシアのね、マルセリーノっていう監督ですね、名前がちょっと偽名になってますけど、4-4-2ですね。で、攻撃隊は一応ポゼッションショートパス主要フォーメーション重視で、サポート距離が7と、まあ、少しボール の距離感のとこね、遠いんじゃないかなっていう、まあ、多分気がする人ね、いるかもしれないんですけど、個人的にはね、すごいこの距離感7ね、やりやすかったです。うん。で、こちら守備タイプがリトリートで、追い込みでは中央プレッシングアグレッシブで、ディフェンスラインの高さが4と、8と。はい。でね、この監督ですね、やっぱり守備がね、硬い。うん。というのもですね、プレスをめっちゃガンガン行くというよりは、やはり守備の4枚、ディフェンスラインと中盤のところで守る感じで、まあ、フォワードの選手もね、守備レベル、攻守レベル1下げればね、しっかりと戻ってくるんで、まあ、点取ってですね、ここはちょっと守りたいっていうときは、攻守レベルも下げて、うまくやることもできますし、やっぱりね、ディフェンスと中盤のね、距離感っていうのが、すごいコンパクトになるんでね、やっぱコンパクトネスが高いんで、みんながギュッと迫ってですね、サイドの選手もこう中に絞ったりした感じで、まあ、守備は、やりやすい、非常に。で、攻撃はね、ボール奪ったら、ショートカウンターみたいな感じでね、攻撃タイプはポゼッションですけども、なんかカウンター的な感じの動きもね、してくれじゃないですけど、なんだろう、距離感動きやすいで、ワンツーうまく駆使してね、まあ、多分この前出した8点取った動画ね、見てもらえば分かるんですけど、ボール奪ってね、すぐショートパスでカンカンカンってつないでいく、でもすごいやりやすい監督なのでね、非常におすすめでございます。で、監督はこんな感じで、他の監督ですね、見てもらえば分かるんですけど、途中まで使ってたのがこちら、グレンデブーク監督。この監督はレーティング800ぐらいかな、から900ちょいぐらいまで使ってたかな。はい、で、この監督でね、ただ970とか80くらいまで確か最高いったんですけども、途中からね、守備が崩壊してしまったというか、もちろん攻撃はね、すごいやりやすいんですけども、守備のところで、まあ、中盤がね、まあ、DMF2 枚置きにしてるんですけど、たまに上がったり、まあ、ディフェンシブつけてればね、しっかり守ってるっていうこともあるんですけども、カウンターっていうね、この攻撃タイプで少し上がっちゃったりしてね、こちらがボール奪った時に、
それですぐ取られた場合にスカスカになっちゃうっていうところもあったので、うん、個人的には今まで3トップねずっと2017ぐらいから監督は使ってたんで、この監督、マッチするかなって自分的に思ったんですけど、なかなかね自分の場合は合わなかったというか、ただ今後ですね、ライブアップとかの関係上とかでも使っていくかもしれないんですよね。また攻撃非常に強いです。はい、だ守備がちょっとねスカッとやられる場面がちょっと多くなったりはしちゃうといった感じかな。あとはシメオネの4-5-1とか4-4-2も使ってましたけど、この監督ですね、やっぱダミア・クレブラスが一番やりやすかったかな。はい、そしてメンバーの方もね見ていこうと思います。今ちょっと出ましたけどこんな感じ、今週ねライブアップデートがね、ロナウドとネイマール A っていうのもでかかったね。あとムバッペ、サラー、個人的にドリブルが得意なサラー、ムバッペ、ネイマールが調子良かったのはレートが上がったきっかけというか鍵にもなったとこかな。はい、ただディフェンスラインのとこを見ても別に A とかいう選手で、中盤も A とかいう選手はそんなに使ってはないんでね、B、A の選手もいますけど BC のところも全然入ってて、これでもねうまくいったので、で、この監督のやっぱ鍵となるポジションで選手がやっぱカンテとビエラ、この2選手ですね。やっぱスタミナの部分、この監督中盤はやっぱ90超えてる選手が基本的に使いやすいかな。で逆にスタミナがね90以上ないと試合の後半でもボランチがね上下運動すごくなるんで、守備の時も攻撃の時もサポートも行ったりね、守備もしたりしなきゃいけないんで、ボランチはすごい鍵握る。あとカーソル合わせるのも一番ボランチ多いんで、スタミナの減りも早いというか、しっかり戻ってねスペースマークさせるんで、そこもねここはやっぱりこの2人は鍵握ったかな、レート戦達成での。であとは攻撃は自由にやってますね。で意識したのがやっぱショートパス、今までドリブルメインで、パスはあんまり注目しないでやってきたんですけども、三角形で、ね、うまくパス回して相手がパスコース切れないような回し方っていうのもね、できてきて、途中から視野をちょっと広げてみたというか、でその中にドリブルを織り交ぜていくスタイルでレートのも上げることができました。あとディフェンスラインはね、いつも通りという感じで、ボアティング、ヨナタンターニ、キンペンベ、バレンシア、はい、でもここ調子悪くなればマルディーニが基本的にはポジションできるんで、ある程度ね、しかも左サイドバックもできますから。で替えの GK クルトワに、カゼミロは、ビエラとの交代要員で、ゴロビンがカンテとの交代要員で、あとはメルテンス、チャロフはスパサブ組、そしてインモビレはこのね2トップのどちらかが調子普通になった場合とか、絶好調だったらインモビレ入れようかなと、あとインモビレはそのスパサブ的な役割ね、別にスキルがついてるわけではないんですけど、スパサブ、後半この3人ね、入れていくといった感じですね。はい、でも戦い方としてはね、またそういう戦い方を解説した動画も出そうと思うんですけど、やっぱ中盤をまずボール取られたらしっかりと戻してね、センターバックにねカーソルは基本的に合わせないです。てかあんまディフェンスラインに合わせないですね、1対1の時も。ビエラと、カンテカバーリングさせたり、あとはバレンシアが寄せたところも、ボアティングで、カバーリングねギリペナルティーエリア内仕掛けてきた時はそのカーソル1対1一番前にいる選手、ファーストディフェンダーのとこ合わせないでカバーリングというところでつけたりはするけどね、ボアティングにカーソル、ヨナタン・ターとか。ただ基本的にはセンターバックにカーソル合わせないで、ボランチ、この場合カンテと、ビエラね、ここでうまく合わせてカバーリングして、本当にねこの2人がもう鍵握りましたね。であとは攻撃はもうさっき言ったように自由な感じでドリブルしたりと。はい、で最後にですね、今回、レート戦達成して、これからですねどんどんそのスキルというかレート、これやったら上がるではないですけど、点が決まりやすくなるよっていうなんか小技とかそういう系もね、ガンガンね、ゴンゴンじゃない、ガンガンご紹介していこうと思うんで、まず今回ちょっと1つ目のね、ダイレクトキックフェイントの方を、動画の最後でご紹介しようと思います。じゃあね、早速ご覧ください、どうぞ。はい、ということで今回ご紹介する技がですね、こちらダイレクトキックフェイントシュートになります。操作コマンド的には、自分の場合ですね丸×そしてシュートが四角になっております。これ一応四角×でもできるんですけど、個人的にはなんか丸×でやった方がですね、このダイレクトキックフェイントの伸びが短いんですよね。伸びが短い分シュートまですぐに持っていきやすいと、だから丸×四角みたいな意味です。はい、この技知っておくとですね、
まあ、相手のディフェンダーがこれちょっとトレーニングモードなんでいないんですけど、相手のディフェンダーがいるとね、加点してもですね、これで一瞬センターバックをかわしてシュートまですぐ持っていけると。だから今までちょっと得点パターンがなかなかね、ウィリ2019見つからなかったよっていう方もですね、一応丸バツのキックフェイントをね、こんな感じで丸バツですぐ入力して、まあ、スティック倒すという練習していただければいいかなと思います。そして最後ですね、このキックフェイントの方向なんですけど、丸バツを入力して左スティックの方をですね、まあ、トラップしたい方向に倒していただければ、自分の好きなところに行けるのでね、これほんと強いんでおすすめでございます。ということで今回はね、レート戦達成のご報告、そして、まあ、どの監督で達成したのか、その監督のね、まあ、強さだったり、この選手使いましたというスカットのご紹介、そして最後にですね、まあ、今作強いダイレクトキックフェイントシュート、こちらの方もご紹介させていただきました。今後もですね、まあ、強技だったりドリブル講座の方もね、ガンガンやっていこうと思います。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー。